アイル君はしかしさ、自力で結構自分で走れるだろ。そう、ちっちゃいよね。理解計法、理解計法、お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうですね、頑張ります。え、この帰る帰る、なこの3人帰る、何帰るこれ、逃げる。はい、じゃあ、すいません、すいません、ちょっと、じゃあ、なんかみんなに聞こうかな。じゃあ、撮影は楽しいですか？面白いです。何が楽しいですか？うんこです。遊ぶのです。遊ぶのです。遊ぶのです。はい、歩くさ、歩いて。明日行こうか。はい。お願いします。お願いします。お願いします。一緒に行こう。うわっとした。なんか重いな。大人気ですね。いやいやいや、そんな。すごい可愛い。マイクこれ。そう、マイク。なんでマイク柔らかいの？ん？マイク？そう、マイク。あ、お芝居楽しいですか？楽しいです。楽しい？はいはい。どこが楽しい？何が楽しい？わかんない。わかんない。大丈夫です。あ、開いてる。いくら？やらせて。明石屋の花が咲いて
後まで。なんか自然と子どもたちを守りたくなる、環境にさせていただいているので、すごく楽しくなんかこうナチュラルにお芝居をさせていただいてます。はい、あ、じゃあみっちゃん先生の周りにみんな集まってみるよ。なあ、おい、みっちゃん、落ち着いてちゃんと話して。あ、いや、その、あの、林の中で子供たちと遊んでたら枯葉の布団が気持ちよくて、ついすやすやと、もう久しぶりにぐっすりと眠れて。ビントのシーンってこんなに緊張するんですね。力抜けるわ。力抜ける。本当にみんなが無垢で純粋で、なんで戦争をやってるん？って言ってたんだっていうのを聞いて、なんかこう胸がギュッと締め付けられて、子供ってすごく強い存在なんだなって思い知らされました。家族って言ったら言い過ぎかもしれませんけど、それぐらいなんか強いつながりをこう持てたんだなっていう、奇跡なんじゃないかっていうぐらいすごく人に恵まれた現場でした。また皆さんとも共演できるように、そしてスタッフさんとも一緒に撮影できるように頑張りたいなと思います。包む見渡す眺めに言葉も
平松監督の監督には本当に素敵っていうのが予想以上にすごかったです。とてもいい監督さんになられたなと良かったです。とにかくやるの。ひどいボロ寺。行くわよ。あんたら本当にこんな荒れ寺に住むつもりかね。荒れ寺だなんてそんな。これは53人の園児と私たちほぼの物語。空襲警報。想像はしてたけど、この疎開は大変な重責ね。みんな揃ってる？ほれ、ゼワラネの。まずは寝ぼけまなこの子供たちの洗顔、それから朝ごはん、洗濯、薪割り、お掃除。私たちいつ寝るんですか？あんたの愚痴はどうでもいいの。この道はいつか来た道。泣きなさい、お姉ちゃんだからって我慢することない。風が吹く。先生、親子で暮らせる当たり前の生活が本当に戻ってくるんでしょうか？戻ってきます。昭和から平成、そして新しい時代へ語り継ぎたい実話を映画化。お母ちゃんと一緒がいい。お疲れたんです。今日聞いたのは警報じゃなくてみっちゃんの飛行オルガンと子供たちの歌声だけ。あの日のオルガン。